SEO 対策の、セミナーをやってました。 SEO 対策ってあのホームページにアクセスをこうね、みんな Yahoo とか Google でこう、検索をすると思うんですけど、それのボンってね上がってくるあの上位表示のやり方なんですけれど、でやっぱりそこのね、あの商売こうされてる方々っていうのはもう絶対に永遠のこうテーマで、キーワードズドーンと上にやっぱり絶対上がっていきたいじゃないですか。でもあれ、ホームページを作ってただ待ってたって絶対にそれって上がってこなかったりするんですね。で上がるためにはだいたいその Google さんが、まあ、Google にだから気に入られなきゃいけないんですけれど、そのためのポイントっていうのが200箇所ぐらいこうあるんです。だそれをねコツ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 とこうホームページの中身をこう直していったりするんですけれど、そこがね、まあ、よくあの参考書、本屋に行けば SEO 対策の本っていうのもいっぱい参考書があると思うんですけれど、タイトルとかね、ディスクリプションって言葉だったり、あと H1 って言葉だったり、あと今指がなんか変だな、なんかそういうのがこういろいろあるんですけれど、そのね一番簡単なこととかもほとんどの会社さんがこうできてないので、まずはね、あなたの会社のホームページのそういう簡単なところ、もう当たり前のところなんですけれど、そこだけでもぜひいじくってみてください。ビュンって上がってくるはずなんで、まあそういうところから始めて、もう少しこう細かい裏技みたいなところもあるんですけれど、まずはそういう部分をちゃんとやっていくといいんじゃないかなと思います。いや今週なんだかくたびれたなと思ってたらですね、月水木金火曜日以外はずっとセミナーやってたんですね。多分じゃなくてそうだったんですけれど、だからねなんかドドーっと今ね疲れました。お疲れ様でした。